それじゃあ。はい。それじゃあ。特技？そうね、弟の世話をしてるから料理、洗濯、家事全般は得意かな。そうか。ちょうど7歳ぐらい。もう最近やんちゃで困ってるの。なかなか言うことを聞いてくれなくて。なるほどな。どうすれば言うことを聞いてくれるのかな。甘やかしすぎなのかしら、私。そうなの。でも怒ったら嫌われちゃうんじゃないかって思うと少し怖くて。真島君、そうね、私勇気を出して叱ってみる。真島君も、もし私が仕事で何か良くないことをしたら、きちんと叱ってちょうだいね。ああ。それじゃあ。趣味？そうね。私、今まで運動はあまりしてこなかったんだけど、最近ウォーキングを始めてみたの。え？ウォーキングは、まあ、お散歩みたいなものね。私、昔から病弱で、お医者さんから激しい運動はしたらダメって言われてきたの。でも、この仕事は体力も必要だし、軽いウォーキングくらいなら大丈夫かなって思ってね。体力がないせいであまり錬金もできてないから、これ以上足手まといにならないようにしないと。でも少し無理するくらいじゃないと足を引っ張っちゃうし。真島くん。一緒にやりましょう。楽しそう。そうやな。子供の頃の夢？あったよ。漫画家。もともと絵を描くのが好きだったから、学生時代までずっと目指してたの。まあ最後は諦めちゃったけどね。やっぱり少女漫画かな。もういい年だけど、今でもたまに読んでてときめいちゃう時あるよ。なるほどな。ヒロインの女の子が職場の上司と密かに付き合ってるっていう漫画でときめいたよ。なんだか職場恋愛って少し憧れるよね。
小島くんも興味ある？それじゃあ私たちこっそり付き合っちゃおうか。なんちゃって。それじゃあ苦手なことか。そうね、私騒いだり盛り上がったりすることが苦手。大声を出すことにも少し抵抗があって。なるほどな。でもこういうお仕事だし、盛り上がるところはちゃんと盛り上がった方がいいわよね。私にできるかな？いいのかしら？ああ。確かにそうね。私一人で何でもできるようにならなきゃって思ってたけど、みんながいるもんね。お互い支え合ってか。真島くんは素敵な考えを持ってるわね。ちょっとキュンとしちゃった。疲れ。